ちょっとラグがするからかな。皆さんいいですか。皆さんこんばんは、ひろさと伊藤ライブアットカサディオゲネス、今日で43回目になります。今日はですねスペシャルライブデーということで、ドラマーが来てくれました。やっとね、なんだろう、あれちょっとずれちゃったんですよね。本当はね 2週間ぐらい前にね来る予定だったんですけど、いろいろあってちょっとずれちゃってね、やっとこうドラマーが来てくれる回をやれることになりました。そして大人気の大ベーシストハセッチも今日は来てくれてます。早速お二人お呼びします。まずは初登場、浅井翔太オンドラムス。イエイ。そして我らがベース界の風雲児オンドベース、ハセッチこと長谷川秀樹。今日はそっちから、いやわからん、もうさあいつもの登場をかましていただきましたが、そっち側だったのか、果たしてそっち側で正解していたのかわからないです、もうもはやね。はい、今日はこの3人、お三方、お三方じゃない、お二方を、交えましてねお届けしていこうと思います。ハセチこんばんは。どうもこんばんは、ハセチでーす。会いたかったよ。もうあの開いた瞬間からハセチってもうファンがでしょ、ね、すごいですね。待ちわびてます、すごい。うん、朝一は翔太っちでもきっと多分ね、あの今日初登場ってことで多分翔太さんドラマ楽しみにしてる人もね、はい、たくさんいると思うのでね、この3人でやっていこうと思います。浅井翔太さんです。イエーイ、お願いします。イエーイ、初登場ですよ。初登場、なかなかねドラム会はね月に1回なんでね、そんなに呼べないんですけど、うん、浅井さん前々からちょくちょく出てくださいとは言ってたんですけどね、うん、やっと出てくれました。ドラマーとしては何人目なんですか。何人目、これまだ全然だからな、3人目か4人目とかぐらいです本当に。じゃあもしかしてこれ以降ドラムが出演しないってことは、うんうん、僕のせいですね。そうそう、あの音量によって嘘嘘嘘嘘結構でもねみんな結構叩いてたのね。あ、そうなの。でも割と大丈夫だ、今までやってきてこれたんでそれで、うん、だからあんまり気にするなさですね。はい、まあ、気抜いた頃にっていうか。あ、そうそうそう、もう周りの方の我慢の限界が今回来るかもしれないけど、逆に気にしてるうちは多分全然もう、はい、ドラマーがこのスタジオの寿命を縮めてるかもしれない。そう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 、それはまあありえますね。そう、それはでも、いつも言うんですけど、やっぱね、ドラム入るとね、ジャズはね、またすごく面白くなるんですよ。で、もちろん、前回ね、デュオとかでもやってますしね、そういうのもすごく楽しいんですけど、今日はね、まあ、割とこのギタートリオっていうのは、ジャズの中では、こう、ベーシックなスタイルになるのでね、それを楽しんでいただければと思います。さあ、それではヒューってきましたよ、三宅くんから。三宅くん、あ、いいですね、またよろしくね、三宅くん。マントさんも来ていただいてますね。三宅くんは今日来ないの。今日は来ない、今日は来ない、なんで来るんやん。テレビの向こう側にいますよ。そうそうそう。はい、ベース界の風雲児、イエイ、イエイ、いいですね、モネットさん。それでは、早速ね、1曲ね、まあ多分やってったらね、どんどんまた、視聴者さん増えていくと思うので、1曲お届けしたいと思います。はい、これ前回というかね、一回ハセチとはやってはいるんですけど、ショートストーリー、ジョー・ヘンダーソンがやってるのが有名なケニー・ドーハムの名前になるんですけど、これをちょっとバージョンを変えてね、少しグルービーにお届けしたいと思います。お聴きください。Thank you.
浅井翔太、長谷川秀樹オンベース。ちょっといきなりね盛り上がっちゃいましたけど、もう来るかな、じゃあ苦情来るかもしれない。もうだいぶ危険な感じでしょ。いやでもやっぱ楽しいですね。そうで、あのこのお二人がね、あの長谷川さん結構何回も出てもらってるんで結構紹介してるんですけど、あの浅井さんと長谷川さんって結構共演多い方ですよね。どうです？そうですね、なんか多分イメージもそうですけど、僕のあの何度かこのリズム隊と一緒にやったこともありますし、なんか世間一般的には仲良いと思われてる。あ、思われてる。で、うん、裏ではドロドロしてる。まあ思わせてる。そう、もう一言も喋らないみたいな感じ。いや、あの本当に多分プライベートでも3日にね、飲みも行ってるってね。飲みに行ってるし、うちに泊まったこともあるし。全然めちゃくちゃ仲いいじゃん。そうそう。ね、まあ年的な高校って感じなんですね。そうだね。なんですけど、そうだからなんかやっぱこうジャズならではのなんかこう世代を超えた絡みができるというね、はい、うん、素晴らしいメンバーになってます。ありがとうございます。イエーイって来てますよ。おパチパチもいっぱい来てます。皆さんガンガンコメントしてくださいね。はい、あの恥ずかしがらずに。大丈夫です。確かにちょっと今日は落ち着いてます ね。あの前回すごかったんですよね。前回っていうかね、長谷川さんって時もめちゃくちゃ喋ってましたもんね。もうお祭り騒ぎやった。そうそう。止まらない止まらない、うん、とりあえず、まあうん、今日はあのね初登場のやっぱ、はいはいはい、浅井くんがいるんで、うん、そうですね、彼に、うん、彼にこう焦点当てて、あ、そうですね、ちょっとあの浅井さんの話とかもね、聞こうと思うんですけど、今日はあの浅井さんねドラム持ってきてもらってます、うん、はい、これ何どこのブランドですか？キートって書いてある。これはですね、あの豊橋の、あ、愛知県豊橋市の楽器屋さんオリジナルの、まあそこで作ってるわけじゃないんだけど、うんうん、一応名前としてはそこの豊橋の白井楽器さん、あ、白井楽器さんの、うん、キートのオリジナルブランドっていうことで、うん、もうこの前に書いてあるキートっていう、ちょっとこういうね、なんか可愛いですよ ね、 ね、え、これ、ね、うん、ショータって名前が書いてある。あ、これそうですね、これでショータって読むんですよ。あ、ほんとだ。でもこの前のね、このなんかキャラクターがいるでしょ、それは僕のオリジナルですよ。はい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 、はい、あ、そうなんだ。そうすごい、すごい作ってもらって、あのね、翔太さんね、写真とかも結構ね、あの凝ってるっていうか本格的にやってて、なんか結構ミュージシャンとかねお願いして撮ってもらったりとか、ね、あ、なんかね、そう写真がインスタグラムめちゃくちゃフォロワーいますからね。そうっていう話を、でもここでするのがすごい恥ずかしい。そうだけど、ドラマー呼んでんのにガチプロの人がいるから、ね、まあ趣味の範疇で、はい、やらせていただいてますけど、ね、でってか、ごめんなさい、ドラマの話もだけど、なんかちょっと塗りが珍しいっていうか、可愛、はい、いよでしょこれ、なんか何とも言えん、何とも言えん色なんですけど、なんかごめんなさい、ドラムの、ね、はい、イメージってね、テカテカしたクリアの、あのクリアレッドみたいなイメージ、ツヤっとしたね。そうそう、これなんかちょっとマットな感じですね、はい、うんうん、じゃあここで問題です、はい、この色の、まあ色って名前ついてるじゃん大体。そうですね、それは何色なんですか、じゃあそのギターは。このギターはこれ一応アンティークレッドってから、はい、そういうやつ。そういう、じゃあこれは何色でしょう。え、何これ、アッシュ、違うな、アッシュじゃないな、オールドグリーン。あー、違います。え、何、よかったら皆さんコメントで、そう、分かる人、はい、分かる人で、この 色の感じが皆さん映像で伝わるか分かんないですけどね。そう、うん、だからこの光の具合とかによって結構ね、こうちょっとグレーっぽく見えたりとか、もうちょっと本当は緑色に多分ね見えるはず。なんかちょっと外車っぽいよね、今流行りの。ああ、はいはいはい、はい、確かに確かに、こういう色ある、こういう色ある、あるある。確かにグレーかどっちかだな、グリーンか薄茶色とか、そうなの。まあ一応、まあ緑っていう範疇の名前。あ、緑、あ、一応グリーンは合ってたんだ。グリーンなんたらな、グリーンなんたら、あ、グリーンなんたらなんだ、うん、で、グリーン、うん、ふんふんなんですけど、ここは、うん、あ、じゃあふんふん、ちょっと、あ、長谷川さんに、ちなみになんかこう、あのあれです、ブルーイングリーンとかそんなんじゃない。いやいや、ジャズ、ちょっと洒落たジャズ通の人がつけた名前じゃない。そういう感じではない。めちゃくちゃジャズ、それ。これはちなみにですね、あ、もう言っていいの、いいです、いいです。これグリーンビーンズっていう名前が、ビーンズ、豆なん、コーヒー豆の、あー、そういうことか、いる前の、はい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 、豆の状態の色を真似してだって、はいはいはい、僕コーヒー好きだからそういうの結構思ってるんで、そうそう、だから本当に焙煎前のね、木豆の状態、そうそう、確かにこんなような色をしてる、うん、確かに確かに、へえ、これじゃ あのコーヒー好き、じゃあカフェの仕事とかぜひ僕らに。いや、ほんとほんと、こういうちょっとちっちゃいところで使うことを想定してる楽器、うん、確かに、あのそんな大きくないですよ、うん、あのバスラムとかね、多分そんなにね、あのこれ口径っていうと 16インチになるんですかね、うん、そう、すごいちっちゃい、面白いですね。そうっていうドラムを今日は持ってきてます、はい、毎回このスペシャルゲストの時はドラマ持ち込みですからね、すごいですよ、めちゃくちゃ豪華な配信になってますんでね、
ぜひドラムのサウンドにも注目して、しかも今日はね、はい、マイク自前という、マイク自前、浅井さんこれめちゃくちゃいい感じですよ今日ドラムの音ぜひね皆さん聞いてくださいね、まあ聞こえるか、はい、聞いてください聞いてください、はい、で今日もですね配信2チャンネルからやってますんで、概要欄の方から、カサディオゲネスの方に飛べますんでね、そちらもぜひ見てみてください。はい、今どっちもね、コメントチェックしてるんで、どっちで売ってもらっても大丈夫です。そう、こっちの方はあ、なんかちょっと増えてますね。でもはい、まあコメントまた待ってますんで、じゃあなんかもう一曲やりましょう。これ僕のオリジナルなんですけど、 B フラットブルース、まだタイトルついてないんですけど、ね、ブルースっていうとなんか12小節でやるってイメージなんですけど、まあちょっと変なテーマをつけて、でそこからこうブルースに行くみたいな感じの曲を書きました。 B フラットブルースお聴きください。
B フラットブルースお届けしました。イエイ、かっこよすぎませんか。ずるいときましたね。あ、今日はそう、時間早いんですよ。そう、あのね、多分ね、間違えられてる方まだまだいらっしゃる。8時から始めると思ってる。いつもは8時だの。そうなんですよ。あ、ちょっとだからね、前8時やったもんね。そう、ドラムの日はね、ちょっと1時間早いんですよ。でそれうるさいからやろ。そう、うるさいから。対策でね、いろんな対策でね。今日はそう、時間が早いので、そうなんですよ。なんでね、ちょっとね、間違えられてる方、多分ハートマウさんもね、多分今来た感じかな。こんばんは、ありがとうございます。近所の人たちにもね、もう7時からですよってこう教えてあげてください。あ、そう教えてあげて。You guys rock! って来ました。You guys rock! なんかコメントが盛り上がってますね。盛り上がってます。ヒュー、正則三宅、ヒュー来てます。テーマむずい。あ、いらないです。テーマむずい。テーマむずいんです。経験者です。経験者いた。テーマ覚えらんないよ。明日には忘れてるから。すごい、今日リハでほぼ一発でいけてましたからね。いやいや、リハの方が良かったよ。そんなことない。すいません、ゆうちゃんいけなかった。うるさいから。そうよかったよかった。ハートマウス間に合いました。ハゼチョネックレスになりたい。これすごいですね。気持ち悪い。言っちゃうんだ。すいません。あ、ニームさんが今日もコメントありがとう。 Thank you, Neem. You guys rock! ってきた。いいですね。いいですね。こうなんかお祭り感ありますね。お祭り感ありますね。そう、お祭り感ある曲を割と2曲続けてお届けしましたけどね。長谷川さん、最近どうですか、近況というか、ね、まあ今、ね、ようやくちょっと良くなったんですよね。まん延防止策になって、ね、お酒が出るようになって、店は今、オープンし始めてるという感じなんですけど、はい、ライブ活動とかどうですかね、今。そうですね、もう軒並み中止やったのが、うんうん、ちょっと復活してきた。ちょっとよかった、ね、中止じゃなくなってきたというか、その予定してたライブがぼちぼちその、なんていうの、できるようになってはきてますけどね。うんうんうん、まあ本調子ではないけどってことですよね。うんうん、だから、はい、まあここからさらに良くなるんじゃないか。まあオリンピックをどうやら開催しくなるかもしれない。うん、便乗してね。そう、便乗してね。そこにまあ期待したいかなぐらいな感じですけどね。まあまあまあ、どうですか、浅井さんも今ライブ活動。ドラマーはね、特にやっぱりなかなか、まあ、僕らみたいにこうデュオとかね、こういう編成とかでやることって結構ちょっとね、持ってきてよって感じでできるんですけど、ドラマはなかなかできないじゃないですか。そう、だいたい配信ってそれこそ、例えばピアニストとかギタリストだったら家からちょっと、ね、うん、あ、そうもうその配信しちゃいます。すぐするじゃん。すぐするね。すぐするじゃん。すぐするで、長谷川さんは長谷川さんでこっちがうまいから。そう長谷川さんすぐやってた。すぐやって、しかもなんか慣れてる空だ。そうめっちゃ慣れてた。やっぱそれはそれで盛り上がるし、うん、ドラマだってじゃあ配信しますっつって、うん、見ないよね。てかやりようないし。ドラマのソロ配信はちょっとどうなんだろう、うん、だからなんかあれですよね、知ってるところだと奥村さんがハンドパンの配信とかね。だからちょっと癒しミュージックみたいな。そうだね。だからやっぱこう、やっぱ打楽器の一人っていうのはまあ厳しいよね、いろいろ。まあそもそもできる場所ないし、だからやるってなったらもうめっちゃちゃんとやる感じですよね、こうやって。そうこうやってちゃんとセッティングしてもらって、っていうところに呼んでもらうって形になるよね、どうしても、うんうんうん、なかなか。で、前ね、別のちょっとスタジオでもやってましたし、うん、そうだからやっぱりこうちゃんとした音楽スタジオで配信するっていうことがやっぱ多いのかな、ドラマーの人はね、うんうん、そういう風になってる。あとはなんか、まあスタジオ持ってる人の家でやってたりとか、そういう感じなんですけど、ね、またぜひチェックしてください。概要欄の方からリンク飛べますんで、はい、あれ全部載ってますよね、ウェブページから何から。そう全部まとまってるページを作ってあるんで、すごいなんかね、強いんですよ、そういうのも。はい、強いけどね、ジャズミュージシャンには珍しい。確かに。めちゃくちゃ相談来るからね、俺に。ああ、そうだって、あんなも作れてないもんね。僕も持ってないし、まあ、ホームページぐらいはギリいけるけど、ああいうのなんかまとめたりするの難しいし、うん、何かあったら彼に聞けば、彼に聞いてください。全部無料で答えてくれるし。まあ知り合いだったら。そうあとカメラもやってますからね。最近ひげ生やしましたよね。最近だから それもだから、これコロナのせいだから、うん、コロナのせいで生えたから。どういうこと。だから本当に1ヶ月止まってたじゃないですか、去年だよね、緊急事態宣言1回目のやつ、うんうん、でその時にあまりに人に会わなくて、ほっといたら伸びたわけですよ。あ、じゃあ本当に切らなずに伸ばした感じ。もう伸びて、もう伸ばすかっつって、このキャラでいくかって。そうで、まあ一応キープって感じですよね、うんうん、でこれがなんか受けたんですよ、めっちゃ。俺なんかモデルみたいなことしてたよね。あ、そう、モデルみたいなことしてましたよね。それ関係ない。ヒゲで撮った仕事みたいな。それはそれでご縁がある。音楽以外のとこですごく
見るもんで。だって一人だと何もすることないんだ。確かにね。だからあれって感じやっぱりね、ドラマはどうしてもライブハウスか、まあ、イベントってところがメインになってくるから、その2つが潰れてたからね。だからなかなか厳しいですよね。だって盛り上がっちゃいけない空気だったわけじゃないですか。盛り上げなかったらもう帰った方がいいでしょ。そうそうそう、ドラマ盛り上げるだみたいな上での悩みがあるという面白すぎる。そうそう、だけどまあちょっとこれは希望が持てるようになってきたんじゃないか、まあまあまあ、ワクチンとかも出てきてね、ライブハウスでもライブしてますんでぜひチェックしてください、はい。そしてあ、ごめん、平見さんごめんなさい、経験者を語るってきた、あ、なんかぐるぐる始まっちゃった、大丈夫かな、あ、大丈夫だ、経験者を語る、あ、あのさっきのあれ、ね、曲ね、ちょっとむずい曲ね。ハドマさんかっこいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ほだよってきてる、ほだよって。はい、今日もなんかあれだな、いつものメンバーとハセッチファントって感じで、いい感じでコメントも嬉しいですね。ネットには強い、ネットには強い。はい、どうしような、もうやっちゃいましょうか、次の曲。またこれ僕のオリジナルなんですけどね、あの長谷川さんは経験済みかな、これはあれですね、経験者はあのそんなに難しくないというじゃないかな、どうかな、そんなことない、どうなんですか。まあでも人のオリジナルって時点でちょっとね、ちょっと急に緊張急に緊張あの Days in the Past って言ってね、まあ過ぎ去った日々みたいな、過ぎ去りし日々みたいな、意味を込めて書いた曲で、これ僕の、僕結構オリジナルいっぱい書くんですけど、書いた中ではすごい古い曲ですね、20歳ぐらいの時に書いた曲を、ちょっとやってみたいと思います。長谷川さんフューチャーで、お届けします、 Days in the Past。Thank you.
デイズインザパスお届けしました。イエーイ、はい、どうしよう、じゃあ続けていっちゃいましょうか。はい、話すと長くなっちゃう。そうですね、僕ら長くなっちゃう人たちなんで、あの後でね、あの各メンバーのなんかこれ今後のライブスケジュールとかもお伺いするんですけどね、次の曲行ってみたいと思います。ちょっと、しっとりとしたナンバーからさらにちょっとね、まあ、若干この曲もなんだろう、重たい曲になるのかな、どうなんだろう。イスラエルってね、まあイスラエルっていう国がもうずっとタイムリーな気もしますけどね、まあ時事ネタにはいかないようにしますけど、このイスラエルという、名演は誰だろう、ビル・エヴァンスかな、まあ、マイルス、うん、の曲になるんですけど、これをお届けしたいと思います。イスラエル、お聴きください。
イエー、聖イスラエルをお届けしました。イエイ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 。そう、お今日はでも意外とコメント欄が静か。そうですね。あれ皆さんどうしたんですか。前回喋りすぎたからなんかあれだったんかな。そんなことないですよ。そんなに多かったんだね。元気出していきましょう。なんかねやたらとね、やたら喋ってましたよね僕らね。調子こいてね。調子こいて。でも今日もこの感じもいいですね。トリオでねお届けしてきましたけど、今何分ぐらいやってるんだろう。まずちょっとだけ下にスクロールしてもらっていいですかね。ちょっとだけ下に、あこの画面自体を、ありがとうございます。あ、わかんないな。あ、わかんないわかんない。今でも7時48分。あ、でもいい時間やってますね、やっぱり。うんうんうん。あと3時間はいけますね。喋りでしょ、喋りで。そうそうそう。おかしいおかしい。コメントあればそんだけ呼びでいけるんですかね。このまま飲みに突入するとかはないですね。そう、飲み会とかね。だからいつか飲み会やりたいって話した。飲み配信。飲み配信ね。そう、僕は平光さんちでそれ体験しましたけどね。体験、あなんかやってましたね。やってました。だけどね、ちょっとね、あ、森瀬さん、やっぱりそうか。8時と間違えてました。あ、結構やっぱそう、みんなそうかもね。うん、あ、ジャスティンさん来てくれて、You sound fantastic. Thank you, Justin. よ、長谷川さん、よって来ました。お、ありがとうございます。よって、あれこれ奥様、うん、いや違います。あ、違う。ってきました。8時と間違えてました。ウェイと、あとモニターさんウェイってきました。ありがとうございます。そうそう、気軽に絡んでくださいね。ちょうど綺麗な音、みんなさんやった。 Thank you、 Thank you、 うん、ジャスティンが言ってくれてます。ありがとうございます。イエイ。はい、こんな感じでお届けしてきてるんですけど、今日もですね、僕らのサウンド気に入った方、ぜひね概要欄から、はい、投げ銭の方受け付けております。さっきちょっと回復してきたとはいえね、まだまだ必死ですよね、うん、僕ら。まあでもなんかこういうのでね、僕たちのこう新しい、そのなんていうんですかね、しのぎじゃないですけど、やってこう、とにかく投げ銭お願いします、投げ銭お願いしますって、多分あっちゃこっちゃって言うてると思います。言うてると思いますね、今ね。あっちゃこっちゃでいろんな人がやってるんでね、うん、なんかちょっとなんかちょっとだいいのかなみたいな気持ちに、はいはいはい、まあ、なっちゃう時があるんですけど、うん、まあ、でも仕方がない、仕方ないし、もう僕らの今日の配信もスペシャルだし、すごい熱いしね、はい、僕はすごいやってて楽しいですけど、僕らも楽しいです。そうそう、ギタートリオ久々にやれたから、なんかちょっとね嬉しいです、本当に。 いいね、飲み配信。そう、長谷内誕生日おめでとう。あ、長谷内開店おめでとう。お、すごい、めちゃくちゃありがとうございます。おめでとうおめでとう言ってます。どちらにオープンしたんでしたっけ。津島です。津島、はい、津島のね、カラウスってとこなんですけど、カラウス町、カラウス町ってところですね。あの、お神さんが美容室を開店しまして、本当こう、もう1週間前ですかね、開店しまして、なんと、あの美容室の名前がいいんですよね。そうなんです。ベースにちなんだ、あの店の名前がヘアサロンアルコって言って、言ってね、そのアルコっていい名前、そのでまあアルコって何ってこう、ね、うん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 、お客さんに結構聞かれるらしくて、はいはい、やっぱなかなかやっぱ分かんない人は分かんないもんで、まあ語呂はいいですけどね、なんかすごい言いやすいし、そうそう、こういうね、あの弓でのね、こう今日持ってきてないですけど、弓で弾くのはアルコっていうんですね、うんうんうん、アルコ奏法で、まあ弓でこうペチペチってやるのがピチカートで、まあこう弓でピューってやるのがアルコって言って、ちょうどそのまあ僕がこういうね楽器やってるので、まあアルコ響きもいいですし、つってこうヘアサロンアルコという名前でね、やってます、やってます、うん、はいはい、ナールディスではなくてアルコ。アルコです。ナールディスじゃない、アルコ、アルコ、アルコです。あ、さっきの曲はね、イスラエルです。今のはね、 We just played Israel って曲やりました。 It's called Israel。ナーディスはやってます。まあ、ナーディスもちょっとね、似た感じにも聞こえるかもしれない。そうですね、うんうん、確かにエキゾチックな感じで、ね、そう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 、そう、なんで、あ、カメラワーク浅井先生担当、いや、今日はね、僕担当です。僕と、あと、スタジオの方はね、もう今日はバッチリマスターの方がやってます、ね、もう、運前万の機材です、ね、そう、高材、高画質でやってますね。ヒロー、ジャスティン is a jazz musician。 わお、Thank you。 ジャズミュージシャンが聴いてくれてます、嬉しいですね。すごいですね、結構最近ジャズミュージシャンが聴いてくれてるんでね、本当にめちゃくちゃウェルカムです、 Thank you。 え、そんな外人さんの友達いるの。 I heard Bill Evans。 あ、Bill Evans の聴いたことあるって、イエー。あ、ニム、ね、あなた、そう、ニムさんはね、あそこなんですよ、グローバルゲートってところで演奏してるところで出会って、その後から応援してくれてる、すごいナイスガイです、 Thank you、 ニム、ジャスティンも Thank you。 すごいですね、そう、そんな国際的なことをやって活動してるんですね、君は。まあ、これがそういう風になってきたらいいなとは思ってますけどね。そうそう、そのうち英語でしか配信できなくなっちゃうかも。ナイスミートゥー、ナイスミートゥーって言ってくれてます。はい、何、他は大丈夫かな。そうだ、開店したんですよ、とりあえずお店が。そうなんです、うん、はい、He just opened his hair salon、 not his、 her hair salon、 his wife hair salon just opened。 いつオープンしたんでしたっけ。いや、もう先週ですね。
あ、ラストウィークにあのオープンしてますんで、ね、はい、もし髪切りたいって方はぜひあのハセッチのところにメールください。いいですか、まあ、どんな人も、そうですね、はい、もしあの行ってみたいって方が行ってみたいって方がいらっしゃったらね、そう、え、新規さん大丈夫ですか、なんかプライベートとかじゃなくて、いや全然そんな会員制とかそんなんではないじゃないですけど、ただねちょっとそのわりかしも回転してすぐ忙しくて、あ、そうなんだ、今じゃあもう結構パンパン、今だから結構もう新規やと今すぐはちょっとね、あ、すごい、もう人気店ですよ、はい、すごいすごい、超嬉しい悲鳴ですねそれはね、まあ、だからまたね、これが先もし行ってみたいって方がいましたらよろしくお願いします、ぜひお願いします、はい、はい、浅井さんは何かないですか、あのスケジュール的なやつは今後のスケジュール的なやつ、さっきチェックしてくださいとは言いつつもいつとは言わなかったんですけど、いやでもそのまあ緊急事態宣言終わったじゃないですか、うんうん、ちょうど終わったから終わってもう終わりましたよね、うんうん、おいでそのまあ前結構その延期延期じゃじゃないですか、いろんなライブが、でそれのやつのこう延期の日程がだいたい来月に来てて、はいはいはい、だからそこに全部バーって集中してるんだ、はい、7月がなんかライブありがたいことに多くやらせていただけるような気がしてます、うんうん、予定通りだとね、すごい、なんで多分いろんなところに出てると思うので、長谷川さんも多分ナボも一緒にやると思うんですけど、イエーイ、これないっけ、いやいやいや、びっくりしとるやないごめん話聞いてもらった来月に集中してるってスケジュールが、そうそうそう、結構なんか多いんですよ、なんでぜひ、OK、 じゃあちょっとチェックしてください、 Please check out his schedule next month、 はい、頼みます、お願いします、もう開店したやん、おめでとう、お、来ました、神結衣の天使だもんね、お、いいですね、神結衣って言い方いいな、奥さんや姉ですね、あ、姉が姉姉が見てくれてます、すごい面白 い、ね、お姉さんが見てくれて Thank you、 いいですね、お姉さん Thank you なの、あ、違うわお姉さん違うわバリバリの日本お姉さんありがとうございます関西ですよね、じゃあ2人とも、やっぱ三重県、三重県ですね、そうそうそう三重ってなんか関西のイメージなっちゃったでこうやって話してるとまたどんどん喋っちゃうからあれだけですけど、次の曲でね、一応最後のナンバーになります、えーって方はね、えーってまたコメントしてくださいね、はい、今ですよ、早い早い、いいね、いいね、いいね、そう、最後にまた僕は、今日はね、僕が主に、まあ、曲僕は全部持ってきたんですけど、まあ、ギタートリオに合う曲で、まあ、僕の好きなギタリストとかやってる曲で Without a Song という曲ね、お届けしたいんですけど、これはね、ヴィンセント・ヨーマンスっていう人が書いてます。知ってました？知らなかった。知らない。ちょっとこの曲マニアックっていうか、あの、あんまり有名じゃないですよね、意外と。セッションでそんなやらないし。そうなのかな？そう。ジャズスタンダードと言ってもみたいな。僕は結構好きですけど。あ、本当です？確かにあんまりセッションとかではやらないですね。うんうんうん、そうなんですよ。だけど、なんかとっても、あの、なんだろう、いい曲なんですよ。のどかな感じがしてね、はい、あの。それちょっとアップテンポで今日はお届けするんですけど、広沢さん、来月ギャラリーで待ってる。お、ギャラリー来てくれるの、川端さんのやつかな。ありがとうございます。お姉さん、Thank you! ってきた。はい、Without a Song という曲を最後に、お届けしてね、今日の配信終わりたいと思うんですけど、もっと聞きたいって方はぜひね、書いてください。I miss Global Gate! あー、そうだね。さあ、Yeah, I wanna play there, but... なんか Global Gate 今閉じてんのかな、わかんないけど、あの、イベントが。Global Gate? Global Gate ってあの、名古屋駅の横に、そうそうそう、あそこであのアトリウムコンサートっていうので任務が来てくれたんですけど、そうそう、それ今ちょっとね、あれ、多分、あの、COVID-19 で、クローズしてる感じかな、もしかしたら。でも絶対またやるんでね、また会いましょう、そこで。よし、じゃあラストナンバー行きましょうか。はい、はい、ウィザードサンゴお届けします。本日もご覧いただきありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。スーパーヒップボイス on this one。 スーパーヒップボイス、 thank you。 アンコール予約だぜ。英語がいっぱいじゃないですか。 I started following you guys on Instagram。 よろしく、あ、よろしくお願いします。 thank you for following。 すごい、ジョー・ヘンダーソン play this one a lot。 おー、ってことはサックスプレイヤーなのかな、ジャスティンさんは。あ、ベースプレイヤー、どっちなんだろう。 seems to love it。 you sound so good。 thank you。すごい。Thank you。 ジャスティンさんのチャンネルも行ってみたいな。ね。うん。I wanna go your channel。 I'll check out your channel。
会話も楽しかったです。やった、I think guitar is a super hip voice. Thank you! いいね、嬉しいこと言ってくる。I am just excited to hear such hip quality, high quality jazz in 名古屋。高い。Yeah. やったぜ、嬉しい。年寄りだもんで時間間違いですね。森瀬さん。はい。はい。どうしよう、ハードマウスさんアンコール予約してるから1曲だけお届けしますか、はい、いいですね。いいですか、はい、いいですね、せっかくなんで。せっかくなんで、はい、じゃあ、皆さんよかったらぜひね、あれですね、投げ銭の方をね、さ何度もちょっとしつこいですけど、はい、あともしかしたらチャンネル登録でまだされてない方はチャンネル登録とか高評価ね、はい、ぜひ、そして概要欄からね2人の、チャンネルにもぜひ行ってみてほしいし、はい、もうドルとかユーロでも大丈夫なんで、ドルとかユーロでも大丈夫で、スタジオの方のも行ってみてね、チャンネル登録またお願いしますチャンネルですごいクオリティの高い配信もしてますのでぜひお願いします、はい、さあイエイ、なんか一曲じゃあ、はい、話し合って決めようと思います。お待ちください、お待ちください。もう。大丈夫かね。なんかまあちょっと、そうですね。楽な感じで。そうですね。はい、なんか明るいテーマがいいのかな。なんかうん、グレートアウトとかやりましょうか。はい。うん、どうですか。何だっけ。何だっけ。B フラ。はい。はい。ですか。There is no great love。最後にアンコールでお届けします。いいですかね。はい、お聞きいただきありがとうございました。そう、ヤッターマン、ぜひ最後まで聞いていってくださいね。
ありがとうございました。イエーイ。来週はソロ、それともゲストあり、ちょっとごめんなさい、決まってない。来週のが決まってないの？決まってないという感じです。炭酸の効いたベースの音がいいんで、やった、ありがとうございます。あ、ジャスティンさんのメッセージ撤回されてるわ。アンコール、アルコール、アルコール。そうだ、この後アルコールっすね。はい、お届けします。あ、最後なんかめちゃくちゃ増えてましたね。ありがとうございます。本当ですね。はい、今日もね、コメントに、そしてライブに楽しくお届けできました、はい、もう一度素晴らしいゲストを紹介していきます。まずはもうたくさん登場してもらってます。オンザベース長谷川秀樹、ありがとうございました。そしてドラムス初登場です。今日は全部持ってきてくれました、はい、オンザドラムス浅井翔太。イエーイ。そしてギターは伊藤博里でお届けしました。イエーイ。また来週も楽しみにしてください。またね、Facebook の方で告知していきますのでお願いいたします。ありがとうございました。またね、またね、また見てね。 See you soon。